アムロと並び、トップクラスの人気を誇るのが赤井秀一だ。頭も良くて狙撃の天才。こんな完璧な人間はいないわ。今では欠かせない存在となった赤井だが、実は赤井によって人生を狂わされた人たちが大勢いるんだ。今回は、赤井によって最低の人生を歩むことになった被害者たちを紹介していこう。スコッチ。まずは警視庁の公安から黒の組織に潜入していた、スコッチこと諸伏博光だ。確か、安室とは幼馴染だったのよね。その通りだ。赤井とスコッチ、さらに安室は、黒の組織に潜入していた時代によく3人で任務を行っていた仲間だった。赤井と安室とスコッチって、スパイばかりじゃない。スパイ3人に任務をさせるとは、さすがスパイファミリーこと黒の組織だと言えるぜ。そんなスコッチは、何かのきっかけで組織にスパイだとバレてしまった。スコッチはビルの屋上に向かった。そこに現れたのが赤井だ。いざという時に登場するのは、さすが赤井ね。そう思っていたんだが、ここで悲劇が訪れるんだ。赤井は自分もスパイだと明かし、スコッチに逃げるよう説得した。ところが、スコッチは赤井が持っていた銃を奪って自分の胸に突きつけたんだ。最悪の展開じゃない。赤井は銃に手をかけ、引き金を引けないようにして、さらに説得を続けた。そんな時、ビルの階段を駆け上がってくる音がして、赤井は一瞬気を取られてしまった。すると、なんとスコッチはその隙をついて引き金を引いてしまったんだ。なんてことなの？赤井は銃を取られて、さらに気を抜いたってことかしら？そうなんだ。ちなみに階段を上がってきたのは安室で、親友を助けに来たところだった。これによって赤井は安室からガチ切れされ、命を狙われるほどの因縁を抱えることとなったんだ。赤井のせいでスコッチが亡くなったと言っても過言じゃないわね。キール。CIA から黒の組織に潜入している、キールこと水無しレナも被害者の一人だ。確か、赤井を撃ったと見せかける素晴らしい演技力を発揮した人物だったわね。その通りだ。でも、その一件によってキールはずっと危険な状態にさらされているんだ。キールは事故で意識不明になり、FBI の管理下に置かれた。そこで赤井はキールと密約を交わし、スパイ活動で得た情報を FBI にも提供してもらうように頼んだんだ。赤井の素晴らしい交渉術ね。その代わり、キールにはどんなメリットがあったのかしら？キールのメリットは、何もない。え？どういうこと？メリットがないどころか、キールは再び組織のスパイ活動を強いられ、常に危険な日々を送っているんだ。しかも、キールは赤井の死を偽装したのだから、組織に赤井が生きているとバレたら、キールは消されることになる。ちょっと意味がわからないわ。でも、きっと赤井のことだから、おとなしく暮らしているんでしょうね。いや、沖やすばるに変装して過ごしているが、出しゃばりがちだ。最初の方こそおとなしくしていたが、事件があれば顔を出し、変装しながらも赤井の目をちらつかせている。特にヒーローの弾丸の時は変装せずに素顔で捜査をしていて、危機感のかけらもなかった。危機感が低すぎるわ。赤井によって危険にさらされ続けているキールも、被害者の一人と言えるだろう。メアリー・セラ。母親であるメアリーも、赤井の被害者だ。そうかしら？とても優秀な息子を持てて幸せそうに見えるけど？確かに赤井は優秀だろう。でも、めちゃくちゃ被害を受けているんだ。まずは、10年前を描いたさざ波の魔法使いでの出来事だ。この回では、10年前に新一と蘭が赤井ファミリーに会っていたことが明かされている。そんな前に知り合っていたなんて、驚きね。この時の赤井は猛烈な反抗期の真っ最中だった。ビーチに来る前、赤井は母親のメアリーと口論に。そしてなんと、メアリーの目を攻撃し、怪我を負わせたんだ。メアリーの目が、危うく見えなくなるところだったじゃない。母親の目をつぶしにかかるなんて、反抗期にも程があるぜ。また、その口論の理由もいかれていた。赤井はメアリーに仕送りをもらってアメリカに行ったのにもかかわらず、国籍を変えようとしていた。口論の理由が国籍だったなんて、まさかここまでとはなと思うくらい予想外だったわ。もしお前の子供が国籍を変えたいと言い出したらどう思う？予想外すぎて発狂するでしょうね。お前と同じくメアリーも発狂した。でも、赤井はそんな母親に手を挙げて、無理やり自分の意見を突き通したんだ。とんでもない息子ね。結果的には赤井の強い意志に押されて了承したメアリーだったが、なんでこんな息子になったんだと後悔したことだろう。宮野明美。赤井のせいでまさに人生を狂わされたと言えるのが、灰原の姉である宮野明美だ。あの極悪茶番劇団のメンバーだった人物ね。確かにメンバーではあったが、宮野はあまり悪いことはしておらず、心優しい素敵な女性だった。
しかし、赤井のせいで彼女の人生は大きく変わってしまう。まず二人の出会いは衝撃的だった。FBI の赤井は組織の潜入をするため、宮野に接触を図る。そこで赤井が取ったのが、宮野の恋人になって利用する方法だった。なんて方法なの？女心を利用するなんて、最低の人間ね。驚くべきはそれだけじゃない。赤井はとんでもない方法で接触を図ったんだ。なんと赤井は、宮野が運転する車にダイブし、事故を起こしたんだ。どういうこと？それじゃあただの当たり屋じゃない。いや、そこからが赤井のすごいところだ。赤井は入院し、宮野はお見舞いに来る。宮野は何飛び出してきてるんだバーロ、と怒鳴ったのかしら？いや、それどころか心優しい宮野はマジで心配した。赤井はそんな宮野を、自慢のイケメンっぷりでわしづかみにし、見事カップルになることに成功したんだ。天才的なナンパしね。ところが、これが悲劇の始まりだった。その後、赤井は宮野に FBI だと打ち明け、自分と別れるように言った。でも、赤井に惚れ込んだ宮野は別れようとせず、組織を抜けて赤井と付き合おうとしたんだ。そんな中、赤井は陣には名をかけて捕獲にかかるが、作戦はポンコツ部下のキャメルのボンミスによって大失敗に終わる。すると、黒の組織は赤井がスパイだったことで、恋人の宮野を消し去りにかかったんだ。地獄みたいな展開だわ。でも、きっとコナンがギリギリのところで助けてくれたんじゃないかしら？いや、この時ばかりはコナンも助けることができず、宮野は悲劇的な最後を迎えることになった。宮野は組織の一員でありながら、悪いことには手を染めずに生きていた。でも、赤井に利用されたことで人生の歯車が狂ってしまったと言えるだろう。工藤一家。家族ぐるみで赤井の被害者になっているのが、工藤一家だ。あら？とても仲良く暮らしているように思えるけど？確かに仲はいい。でも、赤井が工藤邸に住むきっかけになった事件を思い出してみろ。赤井が消えたことにして、置き屋になった、あの事件かしら？そうだ。赤井はこの世からいなくなったことになっている。その時に利用したのが、組織のメンバーで自ら命を絶った楠田陸道という人物の遺体だ。赤井は楠田陸道の遺体を利用して、自分がいなくなったと見せかける遺体すり替えトリックを行った。黒の組織並みに行かれた方法ね。その時の協力者がコナンだ。赤井は FBI だからまだ良いが、小学生のコナン、本当の姿でも高校生の工藤新一は、死体損壊遺棄罪という、ヤバすぎる罪を背負わされることになったんだ。めぐれ警部に逮捕されて、ボコボコにされてもおかしくない極悪人ね。ここではまだコナンだけだが、赤井による被害は工藤夫妻にも及んでいく。まず、赤井は置き屋として素性を隠すため、工藤邸に居候することとなった。結構ズーズーしいやつね。おそらく家賃は無料。赤井は喫煙者だから部屋はタバコ臭くなるし、熱心に働いている様子もない。それどころか、借りている家にもかかわらず、のんきに料理を作って悠々自適な生活を送っているんだ。ツイッターがあったら、大炎上しそうな人生だわ。しかも工藤夫妻は赤井をかくまったことで、黒の組織にも目をつけられることになった。奴らに狙われたら、一瞬で人生が終わってしまうじゃない。実際、かなりヤバい事態にも陥っているんだ。ベルモットが工藤邸に変装して乗り込んできたことがあり、その時は恐ろしい一言を放った。必要なら、いつでも消し去ると語り、工藤夫妻は命を狙われるターゲットになってしまった。私が組織に狙われているとわかったら、生きている心地がしないわ。赤井の生存が組織にバレたら、工藤邸は確実にぶっ壊される。赤井によって完全に人生を狂わされてしまった、残念な一家なんだ。今回は、赤井周一の被害者たちを紹介してきた。赤井がいない方が、世の中は平和だったかもしれないわね。他にも、赤井の被害者を知っていたら、ぜひコメントで教えてくれ。これからも俺たちは、名探偵コナンの謎を解明していく。チャンネル登録もよろしく頼むな。他にも知りたい謎があったら、ぜひコメント欄で教えてくれ。それではまた、お会いしましょう。